。本日を紹介していただくのはこちらです。エナセントの杉本さん。こんにちは。しましたよもう一回休んでるから杉本さん、はい、杉本さんがいないからね、寂しくて一人で紹介してもらえるのか、はい、結構久しぶりですかね。お願いします。今日は、はい、今日はどんな場所でしょうか。はい、備蓄レダントンからタクシーで3分、ビンホームゴールデンリバーです。来ましたビンホームゴールデンリバー、はい、久しぶりです。もう僕が初めて紹介した場所です、はい。あ、そうですか。最新不動産情報の、はいはい、初めてがこちらで、現在どうなってるのか、はい、初めての撮影の時に比べてお店は増えています、はい、ただやはりですね、はい、飲食店というのは敷地内には少ない状況です、うんうんうん、またスーパーもございませんでして、はい、あるお店はコンビニと薬局、マッサージ店などがあります、うん、コンビニもありますが、もう近くにレタントがあるから、はい、もうそこまで行けば徒歩圏内ってことですもんね。おっしゃる通りです。皆さんぜひこちら進んでみてください。無駄に行きましょう、はいうわ、やっぱ綺麗ですね美しい。でもワンランク上のお部屋っていうのも分かりますね、はい、明らかにやっぱ廊下もめちゃくちゃ涼しかったですもん。やっぱりもうね、高級感漂うコンドミニアム、間違いない。ドアも白、もう真っ白、こない白、清潔感のある白です。清潔感ありますよね、はい、本当王様気分になったような感じがします。そして靴箱、2ベッドルームですからね、これぐらいやっぱり必要でしょうね。そしてこれベッドですか小さめのベッドになりますが、荷物のベッドですね。荷物にも優しいっていう、ゴロゴロとかね、はい、持ってきてここに置いたりとか、あれ邪魔になりますもんね、はい、だからここに置けるという、素晴らしい。そしてじゃあちょっと、じゃあトイレとシャワールーム、こちらがリビングについてるサブのバスルームです。サブのバスルーム、シャワールームはやっぱこれは大きいと言ったらね、ちょっとね、競技方向になっちゃうので、中ですね。中です、これは。そうですね。でも、こう2つ出口もあって。これ、あの、高級な感じのシャワーですよね。はい。ホテルみたいです、ね。ホテルみたい。さあ、この木で統一された、はい、テーブルとかもありがとうございます。もう、全部家具、同じようなね、はい、木で整えられてて、統一感もあっていいですね。でかっ！冷蔵庫でかっ！めっちゃでかくないですか、これ。すごい重量感ありますね、この冷蔵庫。これだって横に広いんですよ、幅が。その縦じゃなく幅が広いってね、やっぱ嬉しいんですよ、はい、だって身長とかね、僕みたいな人は上にあると届かないから。そんな上にあることないよ。上にあると届かないだよ。だけどこの横に広いっていうのはね、嬉しい。子供にお願いしても子供でも届く、はい。そしてキッチンはこういった L 字型のキッチン、これどうぞ。これオーブンですね。またはい、電子レンジと併用ですが、まあ、この部屋は電子レンジすでにありますから、もうつけていただいて、はい、両方もうオーブン使いたい時と電子レンジ使いたい時、はい、同時に来ても対応できるという、はい、激アツです。お気づきですか、杉本さん。はい、気づいてます。じゃあ精度でいきましょうか。はい、せーの、エアコンが埋め込み式。その通りです。一言も言ってないもう一回言います。せーの、エアコンが埋め込み式。こんな合います？2回目だからねやっぱね、はい、これいいっすよね、はい、1,2,3,4、はい、めちゃくちゃ出てるから、やっぱ効きが早いですよ、はい、やっぱり冷たい風が出てるのは2つですね。なるほど、だから吸い込みが2つで、はい、冷たい風が出てるのは2つ、はい、そういうこと、はい、リビングからこう入り口までこう抜けてる感じですごい広く感じますね。測っておきます。ソファーいいんじゃないですか。卒業。マジっすか。ソファーもうネタがないじゃないですか一回休んでるから今視聴者さんで求めてますよ。求めてないよ。求めてます。測りましょう、はい、せーの見られてますよいいっすね、はい、いいっすね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 。椅子だだけにね、椅子だけに、はい、椅子だけに、ね、もうソファーやけどな測ってください。一応、はい、一応ね、じゃあ1人、2人、3人、はい、4人、かなり余裕も、かなり余裕、5人、そこで4人、だから家族で十分座れますよということですね。お子さんがいても余裕で行けます。
さあベランダを見てみましょう、はい、これ広いっすね。パノラマがパノラマビューですね。あで奥にはビテックスコタワーあって、はい、多分花火とかもね、はい、上がりますもんね、はい、あっち側から最高じゃないですか。であの橋も今できてる途中でこのまさにホーチミン市が発展してきてる瞬間を捉えられるという、はい、右側には動物園もありますしね、はい、だから徒歩圏内にそういった動物園もあって、まあ、レダントンまでもねタクシーで3分ぐらいですかね。3分ぐらいめちゃくちゃ近い。立地力最高。そしてこちらに洗濯機も乾燥機能付きのドラム式洗濯機出たー。これはもう借りた人しか見せない。これは見たよ。今見てたよ。夜になるとやっぱり築中心地の夜景がものすごく綺麗です。確かにそうですね、はい、あれビンコムセンターですもんね、はい、で高島屋の方も見えるし、はい、一番いいこの光じゃないですか、はい、世界三大夜景に行けました。見てないですけどね。ゴールデンからの夜景が、はいはい、世界三大夜景、はい、登録されました、はい、こちらがスモールベッドルームです、はい、オールレッドとか白っていうのがね、いやマジで高級感ありますよねこれ、はい、スモールベッドルーム、これベッドすごいシックな感じで落ち着いた色で寝るのが心地いいですね。これね確実に、はい、僕大好きですこの色味。あ本当ですか。はい、この感じとも合ってますよね、はい、そうリビングはやっぱそのファミリーみたいな色味でしたけど、寝室は寝るときはやっぱ落ち着いて寝たいみたいな、はい、ベッドの広さで言うとクイーンぐらいですかこれは。ちょっと待ってください。180、180キング、スモールベッドルームでキング。はい、じゃあマスターベッドってどうなるんですかね。はい、ベッドのサイズキングでいいんじゃない。そしてマスターベッドルーム、マスターベッドルームです。もういきなりこう収納がめちゃくちゃ広い。もうウォークインクローゼットかっていうぐらい広いですねこれね。ここもあってこっちもありますからね。はい、で上もあるしこれは広い。さすがマスターベッド夫婦よく全部入りますこれは、はい、マスターベッドルームのここがシャワールームでございます。シャワールームとトイレ綺麗ですね。綺麗に使われております。ちょっとやっぱりシャワールームはあんまり広くはないですね、はい、ここは杉尾さん入ってみてください。やっぱ家族と住んでも2人で入るとちょっとこんな感じになっちゃいますね。はい、こうやって洗うことになります。そうですね、優しい区だね。はい、まあ1名様でご利用ください、はい、そしてこちらマスターベッドルームの寝室、またこの色味がやっぱりいいっすよ、はい、そしてここもキングです、はい、ここもキングですか、はい、ここもキング、はい、前ビーホームズゴールデン紹介した時も画期的な機械、こちら押すとですね、しまった。こういうカーテンを閉めたり、はい、電気つけたり消したりをこれでできるという、はい、おー素晴らしい朝が来た。なるほど、いやこれはすごいわ。いやーここは住みたい。こうベッドルーム、はい、2つともリビングと同じでこの南の三大夜景の方を見ていますから。なるほど、はい、を手に入れた家ですね、はい、でここ48階ですもんね、はい、いやそりゃいいわ。これは家賃当てたくなってるぜ俺は。家賃を当てたチャンスで限りのコーナー。はい、家賃当てたら、はい、ただで借りていいですね。はい、しきっとすぎるさ。マジ当てますよ、はい、今回は当てられないと思いますね。多分当たらないと僕は思います。前回僕当てましたよ。それは結構当てましたよ、はい、僕いなかったので適用外にさせていただきました。今回の家はタクシーでレタントンまで3分ぐらい、はい、まあ立地条件は最高ですよね、はい、で1階にはコンビニもたくさんありますし、はい、で48階でしょ。平米数でいうとどれぐらいですか。はい、71平米です。コロナ禍っていうのも込みで僕はちょっと挑戦します。はい、チャレンジします。いきます、せーの、1200ドル。はい、いましたね。2ベッドですからね、はい、まあ、1200ドルぐらいになってるんじゃないかという、はい、前多分もうちょっと高かったはずなんですよ。お願いします。では正解です。管理費込み1000ドルです。安い、マジで1000ドル、めっちゃ安い。当たらなかったですね。くっそ、1000ドルめっちゃ安いっす。他にも物件があるんですか。はい、こちらのお部屋は34階ワンベッドルーム45平米の部屋です。家具と家電に加えて調理器具やお皿、グラスなども用意された状態でお貸し出しいただけます。ワンベッドルームにしては珍しく眺望が抜けた方向を向いております。こういったワンベッドルームのお部屋も数多くご用意していますので、ぜひお問い合わせください。ご視聴ね、ベトナム国内で探している方もあ
今すぐ遠藤さんに連絡してください。杉さんもすぐ対応しますよね。はい、下のリンクからぜひ問い合わせしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。ホーチミン最新不動産情報。